あれなんてバイクだ。おはようございます。これ撮っても大丈夫ですか？これ Z400FX ですか？ J の子です。え、逆車なんで J の子なんです。 J、 あ、そうなんですか、はい、何が違うんですか Z400 あ、そうなんですか。エンジンは全く同じ。あ、同じなんだ。フレームも同じ。ゼファー買いにしちゃってるんで。あ、そうなんですか。パッと見ゼファーの FX ショーだと思われる。あ、逆パターン。逆パターン。なかなか多分いないと思うんですけど。あ、そうなんですか。え、じゃあ純正だとちょっとタイヤが細いのからいです。あ、そうなんですか。え、サイズ的にどれいくつからいくつになるんですか。やめてもらって。こっちの方が見た感じも太いし、あんまよくわかんないですけど。あ、はい、これご自分でその改造をなさったんですか？いや、前乗ってた人が。あ、前乗ってた人が、はい、あ、そういうこと。え、じゃあ名前は Z400FX じゃなくて、なんていう名前なの？ Z400J です。あ、そういう名前になるんですか？ええー、そうです。当然 FX と同じ時期に海外モデルとして出てたってこと。あ、そういうこと。なんか特産か海外製かだけなんで。あ、だけなんね。あ、そういうことは。でも名前が違ったんだ。結構詳しい人だとあのフロントの刻印見るんですよね、はい、ああ、そういうこと。フレーム自体はあれなんで。ああ、じゃあ価値的には若干あれなんですか。やっぱ FX の方が高いんですか？高いです。あ、高いんだ、はい、そんなに違う、結構違うってことですか？そうですね、半値ぐらいで。あ、そういうこと。でもじゃあ今200万ぐらいするってこと？ J でも。そうです、そうです。ああ、なるほど。いつ頃手に入れたんですか？もうコロナ前。前ぐらい。あ、前でよかったですね。ちょうどよかったです。あ、入ってたらとんでもないことになってますからね。あ、そういうことですか。それ FX 探しててたまたま出てきたんですか？いや、たまたま知り合いの知り合いが乗ってて、あ、で、ハーレー買う。はい。手放すっていうちょうど。あ、それはご本人は FX でも J でもよかったって感じですか？そうです。ああ、そういうこと？はい。で、J 持ってる人がいるよっていうのは、はい、ああ、聞きつけて、はい、じゃあ俺買うよって、はい。あ、そういうことですか。じゃあ、これ買ったまんまですか？なんか変わってる？その、自分で買ってから何かしたんですか？若干、細かいところはいじくったぐらいで、あとは、キャブとかもそのまんま前の人が。いじくるとこはないぐらい。あ、そうなんですか？じゃあ、マフラーもこれだったんですか？マフラーの、でも、サイレンサーは入れ替えたんですけど。入れ替えたやつの ここの中だけ？はい。あ、そうなんですか、はい、へぇ。このマンジはなん、こういうのが出てるんですか？メルカリで売ってます。あ、売ってるんですか？これ中もマンジになってるんですか？そうそう、これ取るとここの中もマンジでくり抜いてあるんで。へぇ、マンジオンマンジなんですね。これ取るとうるさくなるってこと？まあ、そんな変わんない。あ、そんな変わんないんですか？へぇ、くるくる回るんじゃない？今固定しちゃってるんだですけど。あ、回そうと思えば回るんだ。回してますよ。あ、そうなんだ、はい、角度が。あ、いや、走ってるうちに風車みたいに回るってそういう問題じゃないんだ。そういう風にしたかったんですけど、ちょっと難しかった。あ、難しかったんだ。あ、したかったんだなるほどね。へー、これご自分でつけたんですか？はい。そういうこと。え、じゃあここまでは前の人のビートは、この中がご自分でつけたの？あ、そういうこと。結構太いですね、ここね。中間から。70倍なんで。じゃあ高速重視ですかね。取る、あの、下は。でも多分今、ウォータリーでリミッター効かしちゃってるんで。何？ウォータリー？はい、ウォータリーって何ですか？あの、電装系のウォータリー SP っていう。あ、ウォータリーね。はい、へぇー。え、フレームってこんな太いんですか？ FX のフレームがこんな太いんだ。ね、スイングアームも一応。あ、変わってんだ。あ、そういうことか。じゃあもっと形が若干違うかもしれないんだ。あ、そういうこと。へえ、なるほどね。
これチーム名ですか2つとも。うん、あれロケット三兄弟ってあのアキラさんの、ん、シャドウのアキラさん、あのヤンキーの、うん、一応いるじゃないですか、はいはい、にステッカーだけもらったっす、シャドウの。あ、そういうことか、はい、あ、そう、ロケット三兄弟ってバイク乗ってた人とは違うんですか。バイク、アキラさんとかが乗ってたのはみんな3台多分ロケットついてて。あ、そういうことか。それバイクレースとかやって、ま、やってたんですか。あ、じゃん、あ、そういうこと、はい、あ、そういうことなんだ。あ、あの方はロケットカウルのバイクも乗ってたんだ、はい、バイク2台まだ乗ってた。あ、持ってるんだ。あ、車だけじゃないんだ。車だけじゃない。あ、お知り合いなんですね。あ、そういうこと。あ、そういうこと。え、これシールは自分で貼ったんですか。シールは自分で貼りました。あ、サンゴヤも走るんですか。サンゴヤも走る。くねくねした道で走るんですね、じゃあ。いや、そんなことない。そんなことない。何笑ってるの。そうでもねえだ。じゃあサンゴヤくねくねしてるとこありますよね。あ、サンゴヤはねえんか。あ、ねえや、ごめん。俺サンゴさんと勘違いしてた。あ、サンゴヤか。あ、そういうことか。俺、木梨サイクル。これと、どういうお知り合いですか、木梨サイクル。T シャツとか買ってる。あ、買ってるんだ、はい、へえ。草木湖よく来るんですか、買ってるってことは、はい、最近もう毎週来てますね。え、そうなんですか、はい、ほんと。これガソリン。ガソリンです。一応ガス欠乗った時のために。あー、メーターはガソリンのメーターない、はい、あ、ないんか。あ、だからか。これで1リットル入るんですか。そうですね。あ、入るんだ。へえ。1リットルあればまあ、なんとかスタンドまでなら。あ、そういうこと。へえ。これも社外。いや、あ、若です。それも最初からだった。あ、そうなんだ。へえ。オイルクラーは社外。うん、なるほどね。フロントかなんで、フェンダーも社外ですね。そういうこと。へえ、なるほどね。これ社会ですね。はい、うん、なんか始まりました。パフォーマンスかな。はい、ありがとうございました。お、派手なの来た、大ちゃん。